はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は4月16日金曜日、時刻の方は14時11分です。メールてるてててピピュー。はい、今回はノブサウンドさんのお話題になりますね。今回のテーマは BTL 接続ではないアンプね、2つ紹介したいと思います。実はね、ほんのちょっと数日前の話なんだけども、 BTL 接続ではないアンプをね、探してますよという視聴者さんがいらっしゃいました。それで、ノブサウンドさんにね、チャットで言ってみたらね、うちのアンプ BTL 接続でないものはないよってことでね。で、まあちょっと会社の方でね、今後そういったものがね、扱えるようにね、まあ、ちょっと提案しておきますよということでね、チャットに言ってたんだけども、で、まあ、ちょっと急遽緊急でね、2つ商品ぐらい、ラインナップね、追加したので、もしよかったら PR しといてねってことだったんでね、紹介させていただきたいと思います。まあ、今回はね、本当ウルトラマニアックな内容なんで、おじいはもうチップカップです、本当ね。BTL って一体何のかというと、ちょっと昨日まで覚えてたんだけど、何だっけな、ブリッジ、ちょっと待って、BTL なんだけど、ブリッジなんだっけな、ブリッジ、なんだっけな、BTL、ね、Bluetoothじゃないんだよ。ね、なんか分かんないけど、なんか、次回の動画見て、ね、そんなわけで、BTL 接続ではないやん。もう何のこっちゃってね、わかんねえけど、なんかマニアックなんだよね。で、これ2つ、で、とりあえず追加して、で、今後もそういった商品の開発をしていきますよ、ということで、店長さんからね、連絡がありました。まあ、昨日連絡もらったけどね、昨日おじい力尽きてたんで、ね。はい、今日紹介したいと思います。で、1個の商品はこちらになります。ね、これが昨日追加したばかり、ね、ノブサウンドハイファイ 2チャンネルパワーアンプホームステレオディスクトップオーディオアンプ 150W×2 ということで、電流フィールドバック技術で完全対象の2分割入力と入力段から出力までの走行プッシュプル回路を採用し、構造はシンプルです。三軒オリジナルの2SA1295 トランジスタを採用し、高音域はクリアで精細、絶妙で華麗です。ミッドレンジはまろやかで、フルでスムーズです。低音は強力です。ね、CNC オールアルミニウム合金、外部放熱シャーシ、レーザー彫刻、往年劣化変形がありませんということでね、まあ、こういうものらしいです。マニアックだね。まあ、見た目はというかかっちょいけども、電源とボリュームだけ、これね、ね、いやー、なんかマニアック。後ろこんな感じ、右と左で独立してるんだ。これあれ入力かな、これ入力もしかして、あっていうか、あれがあれば拡大できるじゃんね、キーボードよいしょっとよいしょっと、よあ、インプットだ。じゃあ、RCA ケーブルも先端ビヨーンつってちょっと向かないと届かないよね。先端こんな前だから、ちょっとビヨーンって向かないと。へぇ、もう、右は右、左は左って感じで、あれなんだね。もう入力があって、ここから出るって感じで、独立してるってことなの？これね。いやー、マニアックだなぁ、ほんと。まあ、こういうものらしいです。360mm、ね、昔はでも420とか480mm とか460とか、ね、結構長かったよね、昔はね、オーディオラックしても、今360だから結構あれだよね、普通のほら安い1980ぐらいのほら三段ラックぐらいの中にペラッとこう収まっちゃうよね、本当ね。奥行きも 268mm なんで、昔のオーディオだと350mm ぐらいは平気だったんでね、奥行きが45とかね、50とか60ぐらいないと、オーディオの主流のラックだと大体60ぐらいはあったよね。OK だね。
なので今のやつはね楽でいいよね、ほんと普通のこう30センチ奥行きね、今おじいもねこだわりがあって、あのこうこの奥行きね、昔は楽って言うと最低でも45ぐらいあったけど、ここ最低でも30か35ぐらいじゃないと、もう出っ張りが嫌だよね、すごくね、うん、まあ、こういうところでもねスポッとこう収まるってことだね、うん、はい、まあこんなアンプマねありますよということで、覚えておいてください。まあ、当時おじいが紹介してるとね、キャッシュバック500円対象ですね。まあでも、お値段が結構ね、おじいがいつもアスカネットと比べたらちょっとよろしいのでね、うん、キャッシュバックも丸もう一個ぐらい増やしてほしいよね。はい、で、なんかかっちょええ、なんかすげえ、なんかここら辺に、コンデンサーすげえのが、なんかボボ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 ンってあるね、なんか立派なやつがついてるよ。いろんなアンプなんかのね、ヤマハとかああいうのなんか見るとね、ここら辺が1個グレード変わっただけですげえ、値段ボーンって高くなるんだけどね。いや、なんかすごくリッチに使ってたね、ここら辺で、ね、うん。はい、まあこういうものらしいですね。いやー、ここらもでっけえなー、ほんと。ね。はい、そんなわけで、周波数範囲は 10Hz から 40kHz まで対応しているということでございます。ね。ってことは、これ、アナログ、ハイリズムを余裕で対応してるってことだね、これね。まあ、そういうもんだよね、これね。アナログの音が出ないとお話にならないしね。120W×2、150W×2。これね、4オームだと 150W×2 ということだそうです。インピダンス範囲は4から8オームということで、ご覧の通り、重さはね、9キロあるそうです。まあ、結構ずっしりとしてるよね、これね。はい、ハイエンド素材ということで、ご覧の内容となっております。もうおじいなもチップカンパでさっぱりわかりませんね。はい、そして、まあ、説明はもうここら辺はね、皆さん直接 Amazon のリンク貼っておくのでね、興味のある方は見てみてください。はい、そしてね、もう一個あるんです実はね。で、これがまたね、桁違いの、これ中級編かな上級編かな、うん、なんかベッベッベッってかっこいいよねこれね、うん、これアンプなの？ボリュームも何もねえけど、何もないよ、ここに取っ手しかないじゃん。これ取っ手な、何に使うのこれで、何に使うのこの取っ手って、これどうしてこういう格好、これ誰か教えてくれる？オーディオマニアの方、これなんでこういう取っ手がついてんの？とっても重いから、すごいとっても重いから、こうやって持ち運び用にこう取っ手がついてんの？ねえ、すげえなあ、ほんと。へえ、あ、これがスイッチなんだね。電源スイッチだけなんだね、これね。で、より大きな出力パワー、クラス A がってことはアナログだね、これね。20W を超えると自動的に 2W クラス、ね、A および B ドライブスピーカーに拡張される非常に良い状態を維持できます。エレガントな外観、ファッショナルブなゴールデンパネル、ね、ハンドルとチタン素材なシャーシ、ね、VU メーターはより活発にパッパパッパくんだね、初代12キロ以上のアリウム合金シャーシ、東芝オリジナル 2SC5200 に SA1943 トランジスタ16組、ね、8倍 UFELNAオーディオフィルターコンデンサー、もう分かってよ、おじいにはね、800W の二重無炭素銅変圧器ということでね、あ、この無炭素、これは結構高級だね、イヤホンでもそうだよね、無炭素 99.99% すげえ高いよね、うん、で、技術をハイライト、入力は電流フィールドバックを備えた完全対象なアーキテクチャですってね、なんか分かんねえけど、興味のある方は直接ご覧ください。お値段の方は、今現在ね、114,800円となっております。で、1% ポイントバックでね、1148ポイントバックです。激なうちの動画を見たっていうとね、500円のキャッシュバック対象になります。もう、本当ね、わからん、ね。はい、外観こんな感じ。ね、はい、取っ手がついてるね、うん。はい、後ろはこんな、あ、これは入力があって出力こうなってんだね。うん。で、なんか接続は仕方がやりやすいけど、なんかこう、さっきの見たに完全に分かれた方がなんか完全独立っていう感じするけどね、なんかね、見た目がね。まあ、配線はちょっとね、かわいそうだけどね。うん。ね、まあ、これ、あ、飲めたんだ。で、ピンポケだよ。
ピンポコだよ、これね、うん、あ、これ拡大した写真だよ、これね、うん、ピンタってないね、マクロ撮影ね、綺麗に撮りたいね、こういうのはね、うん、他これにピンときてるのかな、これね、うん、はい、あ、このでっけえのがこれ2個もついてる、これね、さっきの1個だったよね、いや、桁が上がるとこうなんだね、うん、なんか見てもピンとこねえけど、マニアの方が見たらね、ニヤーっとするんだろうね、うん、ね、このコンデンサー見てニヤーっとなんだね、いやー、おじいにはわからんなこれ、もうマニアの方が見るとこれ見ただけでね、あーみたいな感じになるんでしょ、ね、おじいには全然わかんねえはい、ということで、こちらブランドはドクオーディオ、ね、だそうです。まあ、ご覧の内で興味のある方はこちらの方もリンク貼っておくので、そちらまたご覧になってください。はい、わけで今回はノブサードさんからね、BTL 接続ではないアンプね、どうなんだろうね、中級者の入り口用と中級者の中から上ぐらいにかけてのアンプなのかな、もしかしてね、こういうのってさ、アンプだけでもさ、で100万ぐらいするじゃん、いいのだと、上級者用なんと。だおじいがさ、あのマンハッタンのアップさ、ね、あれさんまこれ、これ上級者用だよねって言ったね、ああ、おじい全然、その値段だと、オーディオの世界だと初心者、みたいなね、そんな感じ、びっくりしたね、オーディオの世界ってね、本当にすごい世界だよね。まあでも、需要と供給だと思うからね、これも今11万円してるけども、大量生産でみんながみんなね、一家に一台みんながバーってね、インスタントラーメンのようにみんな買うようになれば、この11万円が絶対に、1万円ぐらいになるんだよ、本当ね。だから需要と供給ならね、やっぱりね、そう思うよ、結局ね。だって、あれだもんね、このアルミ、ね、まあ、アルミが結構高いからね、この中で、何が一番高いんだろうね、この中でね。わからん、おじいはわからん、もうオーディオマニアの世界はわからん、本当ね、おじいはもうここね、うん、ね、これトライアイ3ね、もうここら辺が多分ね、おじいの中のもう最頂点ではないかなと、これ超えるともう多分ね、わかんないような気がするよな、本当。音もさ、なんか音の良し悪しってまあみんな個人の好みがあると思うんだけど、そのこういうアンプ、おじいはそのヘッドホンアンプがすごい好きなんだけど、もうスピーカーで鳴らすのは、鳴らす部屋、鳴らす場所、環境、そこをいかに得られるかなんだよね。で、やっぱね、難しい。で、音を鳴らすためには、やっぱりその、ね、やっぱりおじいの場合は真空管どうしても通したいんで、ほんとちゃんと聞くまでにね、やっぱ30分ぐらいは最低限かかるしね、電源入れたからね。なのでね、じっくり本格的にさあ聞くぞっつってね、そこまでの気合を入れてね、キョンキョン聞いたりするんだけどね、おじいはクラシックとかね、ジャズとかああいうの一切聞かないんでね、おじいは80年代アイドルね、あれがメインなんで、ほんとね。でも、楽しいよ、ほんと。ねえ。やっぱ、ユーミン聴いてたりとか、ねえ、シャザン聴いたりとか、ねえ、中島ね、ほんとこんな高級なアンプでさ、ねえ、ほんと、パワー全開にしながら、ねえ、恨みまーすーってね。声がみょーってか響き方が違うんだろうね、きっとね、ほんとね、たまらないよ、ほんとね、中島みゆきの寒水魚とかね、あそこでなってね、しびれちゃうんだろうね、いいアップで聞くとね、はい、まあ、そんなわけで、ノブサンドさんからは BTL 接続ではない、ね、アンプというものが出たので、おじいの頭の中にはちょっともう BTL という文字がないんでね、何のこっちゃさっぱりわかんないけども、マニアックな方は参考にしてください。はい、そんなわけで参考だった方はグッドボタン、暇つぶしだった方はいいねを押してください。ね、もう、ノブサンドさんもマニアック、マニアック、超ウルトラマニアック、ね、で店長さんはどんな環境で聞いてんだろうね。でも意外とこういうね、こういう業界で、働いてる人って、
そう、会社にいるとそのいろんなね事務所とかで音は聞けるけども、ちゃんとね、ちゃんとしたそのオーディオの環境でバンバンってこうな、そういう環境でプライベートであんま聞けてねえんじゃねえのかなってね、そう思うんだよ、絶対そう思うんだよ。どうなんだろうね、店長さんね。あのもう忙しくて、おじいも今すごい忙しいじゃん、時間足んなくて。でノブサンドの店長さんも毎日とにかく忙しいんだよ、っていうかすごいフルに忙しくてね。なのでそのすごいやっぱこういうものに詳しいし、音が好きだしね、いろんな組み合わせとかこういうのもやるけども、本当にそのオーケストラを聴くようなそんな環境のところでぐわってゆっくり聴くような、そういうゆとりないような気がするんだけどねどうなんだろう、意外などの世界もそうなんだけど、本当に好きなことを仕事にした場合って忙しさに追われて自分が楽しめないっていうのがね結構あるんだよ。どの業界もみんなそうなんだよ、絶対そうなんだよね。まあでもね、こういうの楽しいよね、音っていうのはね。で日本の住宅事情だとやっぱもうスピーカーで聞くっていうこと自体が難しくなってきてるんだね、鳴らす場所がない、とにかく今はね。で、なんていうの、リオパルスみたいなね、ああいうのがポコ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 、なんかああいうのも多いし、集合住宅が結構多いしね。で、今の一軒家も、昔の一軒家と違って、なんか狭い面積でね、なんかちっちゃな町箱みたいなお家ね。だ普通なら一軒建つ土地のところにポンポンで2個ね、分譲して出すみたいな、そんなお家ばっかでしょ、今ね。だよっぽど、もともとね、お金持ちの家系か、よっぽど悪い商売してる人じゃないと、昔ながらのちゃんとした一軒家って建てられないよね、本当ね。まあ今の町ね、今のうちってさ、でも、本当、いつになったら建つんだろうってね、で、基礎作るまでいかない。で、基礎作ってからなかなかできないんだよ。と思ったらね、いつかの動画で言ったけど、でこれお向かいさんのお家だってね、本当あ基礎ができたなと思って、であれいつ建て前とかね始めるのかなと思って見たら、大きなトラックがやってきて、で1面2面3面4面もうちゃんともうなんかこう枠になってんだね、組んだの、あもう出来上がってるやつが来てポン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 ってはめて、午前中で1階ができたんだよ。えびっくりして、でと思ってね、まあ雨が降んなきゃいいねなんて思ったら、今度午後になったらまたポン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 ってのが来て、で午前中ガチャ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 なんかつけたと思ったら、今度2階が全部できて、屋根までポンポンって乗っかって、クレーンでみんなポンポンポンってやるんだね。一日でできちゃったすげえと思ってこう一日でできた。だしばらくすごい基礎ができてからそれが来るまでね1ヶ月後だったんだけど、随分長いなと思って、そんなにコンクリートシーブ抜かすのと思って、また作ってるんだね、別の工場でね。ほんで大きなトラックでみんな運んできて、クレーン来てブワーッてやってね、一日でうちの形ができちゃうっていう、びっくりしたよ本当ね。うちってのはやっぱりね、トンチン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 、やっぱね、骨組みがこうできてってっていう、ね、バチュン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 、ウィーンなんて言いながらしたら、だけどね、ウィーンってね、これなんて言うの、よいしょっと、こう、勝手ながらね、ボディがね、ゲゲゲゲゲゲって、カン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 ってやりながらね、ね、もう見て、カン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 ってやりながらね、こういうのを子供の頃からずっと見てたから、なんかね、今のうちの建て方、うん、まあ地震には強いっぽいんだけども、なんかね、なんかちょっとね、なんか見てて、こういう時代なのか、と思ってね。なんか複雑な心境だよね、ほんとね、うん。はい、まあそんなわけでね、まあ雑談もこの辺にして終わりましょう。のぶさんとさんの BTL 説がないアンピを2つ紹介させていただきました。他の動画も見てちょうだい。またね。バイバイ。